え皆さん、こんにちは。ダイアログフォーピープルフォトジャーナリストの安田なつきです、えー。カルチャーから知る朝鮮半島のことを、早稲田大学韓国学研究所とダイアログフォーピープル共催でお届けしてきました。えー、今回も私、安田なつきと、そして今日はキム・ギョンボクさんの、の今、どちらにいらっしゃるんでしょうか。はい、私、早稲田大学韓国学研究所のキム・ギョンボクです。本日は ヨーロッパのオランダ、ライデンという街からお届けすることになりました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。時差どれぐらいですかね、ムクさん。時差マイナス7時間ですので、私はまだ朝なんですね。7時間で午後の収録ですけれども。<ー> 朝早起きしてお届けする形になっておりますはいあのー、そんなこんなでですねあのしばらくあの対面でこの収録を行ってきたんですけれども、えー、今日はそれぞれ違う場所にいるということで、えー、リモートであの収録をしていきたいと思っております、えー、実はですねこのシリーズが始まってからずっとこうお迎えしていきたいなというふうにこう思っていたんですけれども、えー、本日のゲストは伊地地り子さんをお迎えしておりますよろしくお願いいたします。 よろししくお願いいたしますご著書などであの触れている方もこう多いと思うんですけれども、改めて伊地知さん、普段はあはどういったことを中心に研究されているんでしょうか。そうですね、えー、っと、まあ、在日コリアンの、えー、っと女性の生活視聴者からスタートしてあの、ご縁があって、韓国最終党という。 南にある島にあの長期滞在調査をするようになったりして、まあ、その最終島と大阪を結ぶ人々の移動の、まあ、100年以上になりますけれど、まあ、そういうその、えーとまあ、国境を越えて、まあ、結ばれてきた生活圏という言い方もしますが、まあ、そういう姿であるとか、まあ、その中でチ、えー、ェジュで起きたチェジュ43という えー、南北分断を問うようなあの、えー、事件というか、まあ、あの大虐殺が起きて、まあ、その経験者の話であるとか最終、まあ、島のあ、まあ、海に潜る女性たちの、えー、生活史ですとか、まあ、あのそういういろんな、えー、あの在日コリアンの歴史に関わる生活史を学んできました。で最近はあの えいろんなご縁があって、えー、大阪市行くの大阪コリアタウンに、大阪コリアタウン歴史資料館というあの場をお解説しましたうん。歴史資料館のお話はまた後ほどあのしっかり伺っていきたいなと思うんですが、ギ、えー、木さんとはあのいろんなシンポジウムもこうご一緒されたり、結構これまでもご縁がありましたよね。そうですね、その、<laughs> えっと金ンさんとご一緒した時の大きなお仕事は、あのドラマパチンコ。 の、えー、シンポジウムで,したよ、ね、であの、えっと、まあこれもご縁があって、えっと、この8月23日から始まるドラマ「パチンコアップル t v へのそのドラマの制作にちょっと関わることにもなったりしてそういうことも、はい、してきました。 その話をこう今聞きたくて仕方がない欲がこう <laughs> メラメラと湧いてきていてこの、えー、収録をしている時点ではですねまだシーズン2のこう公開前で私もこうじわじわとまだかなまだ公開しないかなまだかなまだかなというふうにこう心待ちにしているとこの段階なんですが今日はですね伊地知さんにあの伺っていきたいのが以前にこう書かれた著書でもありますこの消されたマッコリというこの本の内容も含めてあの伺って 今日はマッコリがテーマなんですけれども、キ木さんはマッコリはよく飲まれますか <laughs>、えー、マッコリ、後からお話で伺えるかもしれませんけれども、私は大学生の時期を韓国で過ごしまして、韓国で学生たちがマッコリっていうのは一番安いお酒でですね、苦い経験しかなくて、<laughs> <経験 S 2> マッコリといえば。 あの、飲みたいという欲求よりもトラウマ的な記憶が蘇ってしまうっていう。<laughs> そういうい状況ででははありりますけれども最近は楽しんおなんか本当にこう民衆と共にあるこうあのお酒なのかなというふうに私もこう本を読みながらあの感じていたんですけれどもやっぱり最近はその、まあ、日本でもこう朝鮮半島の食文化に対する認知度とってもこう上がってきていますし私自身もよくマッコリはこう飲むんですけれどそもそも伊地知さんがこの著書でテーマにしていたマッコリ これってちょっと大きなあの聞き方になってしまうんですけれどもどんなお酒なのかということからまず伺えますかそうですよねあの本の冒頭で私書いてますけど私自身はお酒はあの強くないんですけど、まあ、先ほどあのご紹介したようにその最終棟でえっとまあ長期合計は2年あの漁村に暮らしていた時あの まあ、畑にも行くので、うん、でやっぱりそのお昼畑仕事の合間に、まあ、飲む、あの、まあほぼご飯と一緒っていう、あ<ー>村だとそういう飲み物なんだ,な,んだなっていうのはあの、本を読んで知っていたんですけど、実際生活をあのそういう村ですると、 あのすごくその日常的な飲み物だなっていうのはあの、はい、知りましたうーん,なんかあの予算などでは、まあ、これもあの本の中に少し書かれてましたけれど、まあ、先の席はこう男性だけがこう参加してという風潮強かったということですけど、うん、最近は少しずつそれも変わりつつあるということですかね。 そうですね、えっと、私が初めてと滞在することになった時が1994年なのでちょうど30年前ですよね。うん、でその頃って日本はもうバブルが過ぎてあの私の年、まあ、私66年生まれですけど私の感覚でも当時大学生で男女同席が、まあ、問われることはあまりない日本社会で。 あのほとんど韓国文化を知らないでチェジュに行ているのでお話を聞きたいと思って、えっと、村のおじさんたちがマッコリーとか焼酎、まあの席もあるけれどもあのなぜか男の人だけが集まって喋っていて女の人たちは台所で喋っていて<ー>で私はその話を聞きたいからそのおじさんたちの輪に何のためらいもなく入ってくると空気が少しこう。 緊張した感じあれって女性が来たっていういつもと違うことが起きているみたいな空気感ですかね <laughs> えな,なんでいるみたいな感じの。うん、はい。はありましたけど最近はだいぶ変わってきてると思いますね。そういう村の暮らしも。う あのそもそもなんですけれども、まあ、あの白くて濁ったお酒といえば、まあ、日本ではこうドブロクなんかをこう思い浮かべる人が多いと思うんですけれどマッコリとドブロクってこうあのどういったこう違いがあるのかっていうそもそものところもこう伺ってい,いですかあ、まああのはい、私あの食文化が専門ではないので、うん、あのこれはあ,のあくまで、えっと、聞きかじった知識でしかないですけど。あの マッコリを醸造して、えっと、濁種、タッチュという、えー、また違う呼び方の同じように作ったけれど違う呼び方のものとマッコリが何が違うのかっていうとマッコリはこ、まあ、すっていうプロセスが入るんですよね。<laughs> で、タッチュ、濁種っていうのはこさないで、<laughs> 上と下を分けて下のドロドロ。 をそのまま飲むっていうのがあのまあいわゆるドブロクとマッコリの違いだというふうにされているみたいです。うん。なんか今のお話を聞いているだけでもこうマッコリを思い浮かべて意外ちょっとウズウズしてくるようなこう感覚があるんですけれどもどうなんでしょうこう文化としては、まあ、あの思い浮かべるのはやっぱり家ごとにこう亀の中に入っているみたいなあのそんな光景を思い浮かべたりするんですけれど。 またその文化的にはやはりこう酒造りというと、まあ、日常の中にあるということはやっぱり家ごとに行われるようなこう文化があったということなんでしょうかあそれはそうみたいですよね。あの金ョ木さんのところは作っておられないんですかね <laughs> <で>えっとマッコリではなくてですね、えーえー、私の実家はソウルなんですけれども。 韓国では長年の間、密造酒を禁じる密造酒扱いされてたんですね。しかし、伝統酒として、えー、家族がそのお酒の作り方を伝授してもらってですね、えーと、一部作っているんですけれども、その例は本当に例外的でありまして、どの家もお酒を作るというのはかつてはあったかもしれません。チェジュの場合はよく分かりませんけども、あのー、町村単位に 醸造するお酒を作る場所があった、あるいはそういう家があったので、すべての家が作っていたかは分かりませんけれども、村単位では必ずあったとっいうふうに、まあ、理解しております。えっと、醸造工場ができていく、まあ、ある、えー、っとエリア単位で醸造工場ができていくっていうのは、まあ、日程時代に入ってからあ<ー>あですよね。で、えーっと ああのまあ、その頃に酒税法ができてえっと免許制になってでそのことでえっとそのもちろん朝鮮半島だけじゃなくって日本のあの中でもあの免許を持たずして、えー、醸造した酒を売るっていうことはまあ、できないっていうことになるので。 まあ、日本でももちろんその、えっと、今キム・ヨンモ木さんがおっしゃってたようにおうちで、えー、味わうような伝授だと,、えー、と大あのその技術等が、まあ、伝わる可能性が残されているけれどもその朝鮮半島の場合は、えっと、そういう制度によって、えーまあ、各家で作っていたお酒っていうのがあの なかなか大っぴらに、えー、作れなくなったっていうことに合わせてあのやっぱり朝鮮人の生活があ、まああのえー、困窮度を極めていくのでうん朝鮮半島でっていうことですよね植<の>、えー、民地配下で。でえー、まあもちろん日本ででもそうですけどここに朝鮮半島でそうなるからその材料になる米も手に入らなくなるし。 そ、えー、そういういのまあ、工事はえっと麦麹なんですけどその朝鮮半島のマッコリのもともとっていうのでそういうものが、えー、結局入手できないから作れない時期に入っていったっていうのがまあ日程時代でそれより以前のあの酒文化っていうのを読むとやっぱりその地方ごとのこうバリエーションがすごくその日本よりも豊かで。 果物だとか、お花だとか、それから、まあ、松の葉っぱとか、えー、そういう、その、えー、あの、まあ、あの、そういう、今、今も韓国の料理ってきっとそうだと思うんですけど、そういう、その、さまざまな、あの、植物を活用した、あの、多様な食文化が、今も、あの、あると思いますけど、まあ、そういうものが、お酒にも反映されていたのが、 そのえー、に日本の植民地支配によって一旦それが、まあ、断絶されてしまう形になったっていう、まあ、そういう中でマッコリーは一番、えっとえーまあ、誰もがあの作りやすいお酒だったし早くできるっていうことでその作るもちろんお家ごとに 作られる方のこだわりがあるでしょうからうん、うん、それで味は違ってたでしょうね なるほど、まあ、でもこう今のお話ですと、まあ、植民地配下でまあ免許制になり酒、まあ、税もこう導入されていきでなおかつまああの材料にもこ事書くというところで表立ってはなかなかそれがあの家ごとにこうできなくなるという,こう過程があったと思うんですけれどもあのそうしたの制度というのはもちろんそのまあ日本に暮らしている朝鮮派とルーツの,あの人たちにもあの制度としてはこう適用されていくわけで。 どうでしょうその、まあ、マッコリをこう作る技術というのはこの本にもこう書かれていた通り、まり、あ、土日を余儀なくされた朝鮮の人々と共ととにこう日本にこう入ってきたということを綴られていたと思うんですけれどもこの在日の,その朝鮮ルーツの人たちの中でマッコリというのがこうど,どんな生活の中で暮らしの中でどんな位置づけだったといえるんでしょうか当時えっとその、えー、っと植民地期にいらっしゃった方たち がふるさとで作っていたのと同じようにあのマッコリを作り始めるようなんですけどまあそれは一つはあの、まあ、自分たちのやっぱり慣れた味を味わいたいっていうのはあの在日朝鮮人に限らずあの今日本にあの世界各地からいらっしゃってる方々もそうだと思うんですけど、まあ、そういうその、えっと、味わいたいっていうことがまあ一つあるのと。 でそれとあの特に戦前の新聞記事などあの研究されている方にお話聞くと日本のお酒は高いんですよねうんだからその、自分たちで作れるじゃないですか、お酒、はい、すぐにできるからだからその材料さえなんとかあの入手できれば、えー、っと麦麹はまあ日本にないけど米麹がありますよね似たような食文化圏だから。 だからそれで、えっとまあ、あの手の器用な人が作る作って販売するっていうことがあのなされていたというふうに聞いていてであの戦前の新聞記事を見てもやっぱりそのいくつも摘発が そうですね私もこういろんな文献でやっぱりこうあの警察が来るとか取締りに来るっていうふうになると亀からばっとこう捨てたりっていう、まあ、そんな記述にこう触れたなと思うんですけれどここまでの,その、まあ、植民地支配下でのこうまッこリのこう関係さんいかかがですか私にとっては映画とかですねえ文学的な作品の中に、まあ、在日コミュニティの中ではホルモン文化焼肉文化っていうのが必ず登場して。 そこでセットで出てくるのがマッコリ文化だと思うんですね。ですから、そのようなマッコリと焼肉っていうのは在日コリアンたちにとっての生活のノスタルジックなものでもあり、生形のためにこれが合法、非合法問わず、販売しながら生形を立てていくっていう一つの重要なシンボルだったっていうふうに思ってます。一つ伺いたい、あるいはご存知であったら教えていただきたいんですけれども、 流通期限が必ず長くはないのがマッコリですので、それがこれになって、ようやく韓国のマッコリが日本でも缶とかあるいはペットボトルみたいな透明じゃない、半透明の瓶で売られるようになっておりますけれども、それがどのような形で強度性を保って全国にクラフトマッコリというようにあの広がり売るのかということが、まあ、私の関心でもあり、実際、韓国ではここ15年ぐらいの間に、 一いまだにそうかどうか記憶が定かではありませんけれどもマッコリバーっていうのがかなり若い人たちの間で、うん、あの流行っておりまして、うん、そういう意味ではこの動画をご視聴になられる方々が次韓国に行かれた時にはマッコリバーを訪ねていくっていうことも一つのきっかけになるのではないかなと思っておりますそうですよねあの私もえっ、ー、とチェジュマッコリは知ってましたけどあの例えば さんの、えー、ポクスントとかとか、あの地域によって、あのいろんなマッコリがありますよね。うん、で、そういうのもあのこの本を、えー、まとめることになってから、やっと目がいって、あのえっ、ー、と日本の地酒みたいに、えっ、ー、といろんなあの字まっこりっていうのがあるっていうのに、あの触れてあすごく興味深いなと思ったんですけど。 まあそうですよね、そういう、今のところまだそこまで、えっと、まっこりのバリエーションがあるっていうことまでは、日本社会ではちょっと広がってないですよね。はい、だからぜひ、そういう、えっと、地域ならではの、まあ、今あ、クラフトビールもちょっと韓国であの製造され始めてますよね。<laughs> なので、最終灯もありますけれども、はい、ーも。えー あのはい、そういうあの韓国、まあ、朝鮮半島の多様な、えー、と味わいに,にもあの関心を持っていただけると、私はいいなと思っています。う いや本当にこう各々のこう強度郷土であのどんな味がこう親しまれてきたのかということこれから韓国に行きたいななんていうふうに思っている方もこうぜひあの着目してみるといいんじゃないかなというふうに思うんですけれども一方でその日本のこう歴史の中にまたあの視点を少し戻しますけれども、まあ、日本がこう敗戦を迎えてで解放されて、まあ、それまではこう、まあ、ある種こうアンダーグラウンドにあの作るしかなかった各家庭でのこう酒造りだったりまっこり造りというものがその後 どんなふうにこう変わっていったのかという,こう推移については戦後のそのコリ作りだったりこう流通のこうあり方というのはいかがですかうんあのー、戦前もあの推測ですけどえっと 法制度化されたその酒造りに違反したからだけ弾圧してたんじゃないんじゃないかと思いますあ<ー>うんです結局お酒を作って売るっていうことはある程度人が来るっていう見込みがあるからこそ成り立ちますよね。はい、例えばその日本のある地方に えー、まあいろんなところにさ、まあ、私、最終島についてのえっと勉強があの結構多いのでえー、っと他の韓国の地域の方のことまでは十分じゃないですけれどその最終島の人たちもまあ大阪以外にもある程度、集中している地域があってである程度のそのやっぱり販売が見込めるから。あの 広がるっていうところがあると人が集まるっていうことだからだからやっぱりその関係の対象監視の対象になりやすいというふうに思うので、まあ、見せしめ的な部分っていう弾圧もあったと思うんですよねまだそこは私はちゃんと勉強できてないですけどで戦後のそのえー、っとこのみ、まあ、戦後戦前もそうですけどいわゆる密造酒と呼ばれたこのマッコリ作りが えっと、戦後、えー、どういう目で見られるようになったのかっていうところが戦前と、えー、ちょっと違ってくる部分でこの「消されたマッコリ」ってあのマッコリ作りの本ですかって言われることが多いんですけどだからなんか本屋さんによっては間違えてあの食文化のところに置いてくださったりして私の知り合いでもそういう本だと思ってる人が結構多かったりとかして買ったら間違えたみたいな人がいるんですけど。<laughs> あのえっと、その、ま、消されたまっこりであの取り上げた田中事件という事件がその、えー、象徴の一つですがやはり背、えー、後にその朝鮮戦争の時期であるということも具体的に、まあ、ありますけれど <laughs> 特にその関係で、えっと、日本で、えー、集中している朝鮮人たちの いる場所で密造紙を作っていることをなぜ弾圧するのかっていうことを考えたときに、あのもちろんその中の資料にも出てきますけれど、共産党が関係しているんだろうという、えー、警察側の認識、うんうん、あるいはその後ろに例えばその共産圏とのつながり、あるいは思想的なあものっていうのが。 えーまあ、あの意図的に読み込まれて、でえー、そのマッコリをお、まあえー、糸口にして弾圧をする、まあ、そういう部分が、えー、っと戦後の大弾圧の背後にあるもの。 だったんじゃなないいいかなという,ふうには思いますよねうんあの今少し触れていただいたその棚川事件、まあ、ご著書にも書かれている大阪府泉南郡の棚川ということなんですけれどもこれあの事件のこう説明に入る前にそもそもあの歴史的にあのどういった町だったのかということを伺えますかあはいあ、えっとま 田中っていうところは、渡、あ、来、のーえー、人、百、ま、済、あの子孫であるあの行儀という、うんまあ、お坊さんがその地の、えーまあ、価値を発見されたところであって、えー、日本のさまざまなテキストで行儀が渡来人だということはほとんど書いてないんですけど、行儀さんというのは有名ですよね。はい 利他という言葉を多分おそらく一番最初に日本に導入されたと思いますけど行儀があ見つけたものは田中川の土地の質が瓦に適しているということだったんですね。あの瓦あ屋根に吹く瓦。で私のまあ母方の祖父が瓦屋だったので,でその田中川が本籍地でしたから。 まあ、そのことによってそのたこの本を書くことになったわけですけれども、まあ、そういう家族史という意味でも書いたわけですけど、その田中川の歴史をまか、あ、ると、まあ、そういうその河原の町として、河原の村として、えー、名を成していた、古くから、はい。ということですね。ですから、マコリは全然関係がまあない。 であの19世紀末には谷川河原株式会社までできていてで、まあ、日本各地にその河原を流通させていたそういうところであって非常にその港も良いので江戸時代は参勤交代に来られるかの薩摩藩の上陸地になっていたりそういうこともあったというふうに歴史書では書いていましん あのところがその河原でこう知られていくこう棚川ですけれどもやはりこう戦争にこう突入していく中で徐々にその様相がこう変わっていったということも書かれていますがその水位というのはいかがでしょうまあその港がいいっていうことがあのいい港を持っているその、えー、都心ではない。 えー、その海洋に開かれた場所であるということにおそらく着目したと思うんですけれどもでそのかつその大阪の中心地まで、えー、電鉄をつなげば、えー、つながっていけるっていう、まあ、そういうこともあると思いましたがあの川崎重工が、えーうん、そこに電需工場を作るという権利を得て。 で鉄道を、えー、さらに拡張し、まあ、それも朝鮮人が数多く従事しているんですけれども、でその軍需工場の町に、えー、変化していく、うそういう,う、えー、アジア太平洋戦争、少し前ですね、その頃の大きな変化を受ける町ですよね。で、そこで、えーっとまあ、そこは差別部大きな被差別部落がありますけれども、 その被差別部落の方たちが多く瓦の,の仕事に従事していてでその瓦工場があるあたりがあ、まあ、一つの住居地だったんですけれど、まあ、そこもあの軍事工場の建設地にあの当てられることになってで立ち退き、まあ、強制、えー、退去を、まあ、迫られ、えー、抗議があったけれども、まあ、押しつぶされて。 えー、すぐ近くに移住させられたという、まあ、そういう、はい、流れがあります。うんあの軍事工場がこうできていくということは、やはり、まあ、そこにこう多くのこう朝鮮のこう人たちもこう働いていたんではないかと思うんですが、そこにこう朝鮮のこうコミュニティがこができていく過程というのは、いかかがですかそうですす、ねえっとまあ、そうねもともと母方の祖父がそこで生まれ育っているので。 まあその,あの、まあ、関係者が多いですから、いろんなことを、まあ、地元の方たちに伺ったんですけれども、もともとその朝鮮人は、えっと、川崎重工の建設当初っていうのは、2、3件ぐらいしかなかったそうなんですね。で、それはたまたま、えっと、和歌山に行ってた人たちが、えっと、場所を変えてみようみたいな感じで。 何かこうあの辺で動きがあるからあの働けるかもとかいう感じで移ってきてらしたらしいんですけどそれがその,あの川崎重工が移りそれから呉海軍が入ってくるっていうことになり、うん、でそういう動きの中でその、えー、戦争に突入していくことでその朝鮮人も徴用されるだろうっていう噂が流れ で軍需工場で働けば徴用を逃れられるだろうという噂が流れたということでしたね、お話を伺うと。うん、でその、まああの、いろんな販売、いろんなその、えー、と建設現場であるとか、あのうん、と鉱山の,あの採掘現場とかに、えー、いろんな形で、えー、働かざるを得なくなっていらっしゃっていた朝鮮人の人たちの中でも、 ああのまあ、流れ流れて棚川にいらっしゃった方もいらっしゃればえその徴用逃れができるんじゃないかってうを聞いてわざわざ棚川、えー、にいらっしゃった方たちもおられてでそういう方たちがあのこの、えー、軍需工場で働くようになるのと合わせて、えー、その末期に戦争末期になってくるとまああの強制徴用で。 朝鮮半島から直に、えー、連れてこられた、えー、今でいうと1415歳ぐらいの、えー、人たちもあの中で働いていたということは聞いていますしほ、まあ、他には、えっと、ちょうどその刑務所の文書が周辺にあるので、はいまあ、刑務所の人たちがあの投入された、まあ、今の,あの、えー、ロシア・ウクライナの戦場で、えー、同様のことが起きてますけれど まあ、そういう形で、えー、その労力として投入されていたっていうふうなこともありましたうーんあのそうしてその敗戦をこう日本がこう迎えた後に、まああに酒がこう配給制だったからこうあの需要が追いつかなかったということもあって一時密造酒というのがものすごくこう広がっていくという過程が本にも書かれていると思うんですね。まああの このこう日本にこうあの暮らしているこう朝鮮の人たちがやはりこう生活のこう糧を求めてということもこう重なってだと思うんですけれどもでその中でもこう棚川で作られたこうお酒というのはこう一級と言われて、まあ、とてもこう評判がこういろんなこう各地にこう広がっていったということもこう綴られていますがそうした中で1952年の3月、えー、この密造酒を の摘発ですね、をぐって、棚川事件が起きるということで、先ほど少し事件の名前には触れていただきましたけれども、どんな事件だったのかということもご説明していただけますか。えっと、はい、そうですね、今あの、えっと、安田さんがおっしゃってくださって1952年ですね、3月26日に、いきなりその、えっと、大阪の、えっと、泉さんの税務署と、 えと大阪地検の岸和田支部と、それから国家地方警察の千南市区かな、まあ、109人で、えーとあの、暁の襲撃というふうに、えー、言われてますけれど、寝込みを襲う形で、えー、この棚川地域に、えーまあ、あの解放後、えー、朝鮮の解放後、日本の敗戦後に、えー、まだ住んでおられる人たちが、 えー、まあコリーから焼酎うそしてえっと清酒を作るという,う,んうまあそういうあの、えー、いろんな工夫をして、えー、すごく最初の一口だけ美味しいっていう棚川一休止をあの作っておられたんですけど最初の一口だけ、えー、最初の一口だけ美味しいらしいですよ。<laughs> <laughs> それ,それで一級なんですねはいそれがなんか一級っ,っていう名前を呼んだらしくて <laughs> でその部分を先に言うとそのえっとまあその上造したお酒にえっと松の油から何かこう抽出したあのえー。 匂いをつけたり、はい、あるいはあのサックリを入れたり、うん、なんかもう作る場所にはビーカーとかいろいろんか実験室みたいにたくさんあったらしいんですけど<ー>でカラメルを作ってまたちょっと茶色さを調整したりとかいろいろあるらしいんです。 で日本各地でそういうその、えー、とマッコリから酒いわゆるあの偽物聖書を作るというのをやっておられたみたいなんですが奈川、うん、で作られた方の技術がすごい高かったらしくて、うん、でそれであのえっ、ー、とラベルもラベルもすごい立派なラベルであの瓶にその綺麗なラベルを貼っていかにもなんか本当の。 まああのそういういろんなものを入れてないお酒、えー、と同じようなあの姿に作って、はいえー、売るということをされて、売るときにあの売る方が、えーと、売った方は朝鮮人じゃなくて、売った方は日本の方だったんですけど、まあ、売った方は、えー、私がお話聞いたのは被差別部落の方でしたが、その方がその小学校6年生の時に、 えーまあ、学校行くよりも働いてこいって言われて、うんえー、それを、うんとまあ、肩に、えー、天秤で前後1本ずつかさあの担いで,でグラスを持って、はいえー、売りに行くんですけど、まあ、その、えー、売る時の工夫っていうのがあって、えー、まあ呼びかけて人を集めて、えー、34人の人が集めたらまず一番最初に1杯入れて。 飲んでもらうんです。です,すごい美味しいんで最初の一杯は。飲んだことがないから知りませんけど。<laughs> です,すごい美味しいって言うから、みんなが俺も俺もって言って、みんながばーって飲んだら、ばーってお金を集めて、一目散で逃げるんですって。おおものすごい悪いするんですよ、それが。<laughs> <へー> <laughs> ものすごく体調が悪くなるお酒で、<laughs> はい、でも最初はすごい美味しいから、だからすぐにパッと売って、パッと逃げて、同じ場所には絶対行かないっていう。 工夫をししたたっておっしゃってておゃその一九州なんですけど、でその一九州の名が、えー、はせて、えっと、どこまでしたかな、四国とかにも行ってたって言ったかな、なんかそういうすごい幅広い流通を、田中一九州っていうぐらいですから、すごくまあ名をはせて、で、まあ、それもあったと思いますけれども、そういうさっき言いました、その三者が、えー、ちょうど1952年ですよね、ですから朝鮮戦争の時期に、はい 弾圧に来たと。うん、で、人々は、えー、武器などを持っていませんからうん、えー、どういうふうに抵抗したかっていうのは、まあ、そこにも書いてたと思いますが、唐辛子の粉を投げたりとか、大、え、便、ー、を投げるなど。おあと、まあ、なんか車をこうパンクさせたりっていう抵抗もあったっていうふうにね、えー、書かれてましたね。 はい、で座り込むっていう。うんまあですけど、まあ、応収はされ、えっとまあ、持っていかれていろんなものが。はい、それが、まあえっと、その暁の襲撃1回目ですよね。ただ、1度目はやっぱりそういうふうにこうみんながわっとこう抵抗したということで、まあ、誰もこう連行されずに。で、まあ ある種こう、警察としては面目が潰されたみたいな、はい、あの形になったというふうに書かれていたと思うんですけれども、その後、また摘発する側が戻ってきてこれあの、死者も出る事態になったということも綴られていましたけれども、はい、その後の展開というのは、いかかがですかそうですすそうねこれをあの、田中事件をなぜ私が調べようかと思ったのは、えー、さっき言いましたよう、ね、に、母方の祖父の本籍地で、まあ、母も都会からしばらくそこにいて、 で母の住んでいた長屋の前に朝鮮人の家が56軒あってでよく遊びに行っていたっていう話をしていてで、まあ、その関係もあってその田中事件をした時に死者は1名だけどその確実に殺されているので,であのまあ比較するのはおかしいと思いますけど関東大震災はものすごくメディアで取り上げられますようにやっぱり大きい。 はい、あの事件だし殺害人数もすごく多いしんそんなことが関わるけれど私は数の問題じゃないと思うので一、うん、人の朝鮮人があの理由なく殺されているっていうこの田中事件をもうちょっとちゃんと調べた方がいいと思っていたんですけど,なるほどでその一人の方が殺されたあその一人の方がパク・チャンボクさんっていう方で。 でそのさっき安田さんがおっしゃった2回目の摘発の時に殺されていますね。で、そのえっと当時、その殺したあの、えー、巡査がいますが、で、その、えー、時期の記事を見ると、その非常にその朝鮮人が悪いというふうに書いているうん。全体的にそうでしたよね、当時の報道というのが。はい、えー、で、それで、えー、っと、 まあ、もちろん、まあ、私も朝鮮のことを学んでいますからそれが、えっとまあ、ヘイト記事であるとは思うのであのその、えっと、パク・チャンボクさんの事件について調べようと思ってで、えっと、母のいとこの夫の方がおられてそのパク・チャンボクさんのことについてちょっと話題にしたらは自分が見たというふうにその、ね、殺害現場をおっしゃって <laughs> まあそれが一番驚きましたけど。 まあ、私の言ったら身内の人がまあ見てたっていう。うで、やっぱり実際、その、えっと、パクチャンボクさんは、何の理由もなく、えー、指名手配の対象にされたがために隠れていったところ、えー、第二便の第2次の摘発がやってきた日に、えーまあ、ちょっと事態が落ち着いたと思って出てきたところで、巡査に見つかり、 えー、いきなり銃を向けられて、うん、であと追われたところを、私の,その母のいとこの夫の方が、えー、ちょうどその場にいてでその、何が起きるのかと思って、えー、その大人たちのあの、えー、があの、まあ、いパクちゃん僕さんは逃げて、ジュンさんは、まあ、銃を向けながら追うというところを後からついて 行くとえ揉み合ったうちに、えー、巡査が発砲したという現場をは見たという、うん、うん、まあ、そういうことが起きていますよね。うん。なのでやはりあの当時の新聞記事ですと先ほどこうおっしゃったようにやはりこう朝鮮側に朝鮮人側に非があるというこう論調でしたし、まあ、反響っていうものがこう時代的にもこう掲げられているこう中で、あのやはりこう まあ、朝鮮人側にこう共産党がついているんじゃないかみたいなことを新聞記者がこう質問するなんていう,こう場面も見受けられました。あの今のこの棚川という土地とその棚川事件のことをあのお話しいただきましたけれど、今日ンさん、いかがですか棚川事件ということは恥ずかしながらほとんど詳しく知ることがないまま、えー、私はいましたけれども、今、伊地さんがお話しされたように、 あの関東大震災のようにこう、数として規模も大きく、みんなに比較的知られていることとは違って、ですね数多くの棚川事件に似たようなことがうん、うんあ、日本社会で起きていた、そして1952年3月っていうのは、いわゆるサンフランシスコ講和条約が発効する一月前の話なんですね。そうですか、ね、ら、深読みをしてしまう傾向かもしれませんけれども、 あの日本社会が主権を回復する上で、独自にですねいろんな摘発とか取り締まりで、まあ、あの国際社会に復帰するんだという文脈で、サンフランシスコ講和条約というのが知られていますけれども、日本国内の主権、治安の意味で、ですね今までできなかった、ある意味で弾圧ということをし始めて、評価した時期かもしれないという考えをあの抱いていました。 うんうん、さんいか今あの、キム・ギョンモ木さんおっしゃったような、えっと、世界情勢との関係の中で、えー、日本があのどういうそのシンボリックなアクションを起こすのかという一つとして分析すれば、えー、とこれは、たなが事件という名前なんですけれどあのもっと日本各地で掘り起こすべき。 田中事件はあるんだろうと私も思います、ね、うんあのこの棚川事件なんですけれども、まあ、その後、まあ、あの逮捕された人々にこう、まあ、裁判にこうかけられているわけなんですけれどもこれあの事件を追っていくとまたこれ地裁と高裁では随分こう異なるようなこう判断が下されていったようですけれどもその後の判決というのは実際いかがですか これは本当にあの当時としては名判あの、地裁については名判決で裁判長の佐々木さんは、吹、まあ、田黙と事件のあの時も裁判長でおられて、まあ、そのことで裁判官を辞められるっていう、その後、その狭山事件の弁護団の弁護士となっていかれますよね、うん、そういうその今でいうところの人権派っていうか、まあ、そういうその、えっと、方としては本当に画期的な。 あの判決文はもう素晴らしく、まああの限界はあっても素晴らしいし。昨日ちょうどその虎の虎、虎に潰された時ね、今。あ,あ、はい。はい、私は見てます。はい、あのー、N. H. K. の朝虎です、ねえー。最初の被爆裁判のあの原文を読まれていて、一人ずつの。あのー、えっ、ー、とー。 えー、被爆の状況が読ままれれていしたけれど、はい、同じようにその佐々木裁判官が作られた判決文には1人ずつの土日に至らざるを,至,るを至,ら至らざるえなかった状況うんでその朝鮮人と言っても、えー、お金に余裕のあった人も生活に困っていた人も、えー、お金儲けではなくて勉強に来た人も、えー、いたということが えー、一人一人綴られている非常にその、えー、素晴らしいと思いますけれども、まあ、その、えー、と地裁の判決では、えー、多くの,その、えー、執行猶予がつき無実の場合もあったにもかかわらず高、えー、裁ではあの、まあ、覆されるというのが非常に多かったっていうのが。 まあえーとまあ、地裁の限界だったといえばそうなんですけど残念だったことだと思うしその後、まあ多くの方が、えー、朝鮮民主主義人民共和国に行かれたという、まあ、そういうことを考えるとあの本当にその司法の責任というのは非常に大きいんじゃないかと思いますよね。うんあのご著書の中でもやはり まあ、あの警察に取り締まりの中でその、まあ、露骨に偏見があの示されていることが断じられていたりですとかこれは地裁の判決ですね、まあ、その密造紙をこう作らざるを得ないようなこうあの状況に置かれていたということをこう踏まえてこれはあの日本としてもこう深い責任を感じなければ ならないという、まあ、そこまでその、まあ、地裁のこう判決、佐々木裁判長のこう、まあ、あの、書き上げたこう裁判決というのをこう書かれていましたけれど、まあ、高裁では、あの、それがこう踏襲されなかったということで、この裁判のこう判決のこう流れについては、現さん、いかがですかあの、今のお話を伺いつつ、 裁判官、弁護士とか、そういう裁判所の司法の状況だけじゃなくて、ですねかつての日本社会には戦争を体験したがために、ですね二度とこのようなことを繰り返してはいけないという体験世代がたくさんいたわけですよね。で私たちのようにこう、戦争を直接体験することがなく、テレビとかメディアを通してしか知らない人たちは、やはり頭で考えてしまうわけですけれども。 その当時のまあ戦中派とかあのそういう表現もあったりしましたけれども、あの大元世代の方々がやはり民族とか国籍とかを超えて、二度とこういう悲惨な状況を繰り返してはいけないっていう思いがですね、実際、戦後の日本社会にあった、そしてそれがだんだんと薄れてしまってるっていうことを、今、私たちが再びどのように向き合って考えていくべきなのかっていう教訓が、 ここにあるのではないかなっていうのが一つあの強く感じました。もう一つだけ短く加えるとしたら、1952年のこの田中川事件の結果、因果関係を解明することはできませんけれども、1959年から84年まで続いた、先ほどお話のあった帰国、北朝鮮へ、朝鮮民主主義人民共和国へ,へ帰った、渡っていったっていう状況は、かつてのこの カルチャーから知る朝鮮半島のことのシリーズでもうん、うん、映画監督やあの当事者の方々をお招きした動画がありますので、それとつながる 一つのきっかけになるのかなといいうふうふに思っていましたうんあのそちらはあの映画「ちょっと北朝鮮まで行ってくる件の,その,、まあ、あの作り手の方々実際にこ,うこのドキュメンタリーに登場する方々のお話をこのシリーズでもお伝えしていますので気になる方はぜひあのそちらも見ていただきたいんですけれどもちょっとまたあのまこれ自体にお話を戻しますとさっき少しあの話の流れでもこう触れていただきました例えば「まあ、田川一級と呼ばれる。 お酒一口目は美味しいなんていうそんなエピソードもこうあの伺って <laughs> すごく興味深かったんですけれどやっぱりこう伊地さんさまざまなこ,うこの調査の中でもこう生活史をこう聞き取ってこられたと思うんですね。であのたくさんあると思うんですけれどまっこりを通して語られるその生活当時のこう生活だったりこうあの暮らしの中で特に何かあの印象に残っているこうエピソードなんかを挙げるとすれば。 どんなこのえっと消、まあ、されたマッコリを書くにあたっていろいろ伺ったお話の中で、まあ、いくつもありますけれども、うん、えっといくつかご紹介するとさっきその田中一級を売りに行ったそのまあ、えー、田中あの解放同盟の長年支部長とされてた松井さんという方なんですけども。うん まあ彼がまあ売りに行ったんだけれども、そのえーまあ、在日の方たち、在日朝鮮人の方が、田中にその後も何人も残っておられて、でやっぱ一緒にその、例えばその後、田中に関西電力入ってくるんですけど、火力発電が入ってくるんだけども、そのやっぱ反対運動を一緒にやっていく話だとか、えー、やっぱりその,あの、田中事件についてだけ見ると、 まあその売りに行った日本人は罰とは罪は問われなかったんですよね。うん、で、朝鮮人だけが問われて、うん、その部分はすごく問題があると思うんですけど、でそれは本人たちももう認識してて、でそ,のそ,それはそれはそれであるけれども、まあ、その後の人生の中で一緒に戦う場面もあったりとか、まあ、これはちょっと本には載せられなかったんですけど、でそういうお話もありましたし、 でそれからそのえっとあのこの本の中で書いたことでいうと、まあ、いろんなマッコリ作りのお話を、まあ、大阪を中心に伺う中で京都の話ですけどマッコリを作って子供たちを育ててきたお母さんの話の中で最後に載せましたけどそのどうしても子供を作りたいけどできないからと言って、えー、子供をもらってくれって言われた日本人の女性からもらった子供を 朝鮮人として育ててその子は朝鮮人だと自分のことを思っていた、はい、っていうお話を伺いました。でそ,それはその子供をまっこり作りで育てたという朝鮮学校にも入れたし、えー、だからその人自身は自分は日本人だと思ってなかった成人するものっていうあのお話がだからそのまっこり作りをするっていうのはそれだけ そうしないといけないいいけ当時の生活があって、うん、でそれはそのことだけじゃなくてそのことによって人々がどんな生活をしてきたのか、うん、どんな生活世界を作ってきたのかっていう中で私がとても印象的だった一つとして、えー、一つはその 養生、えーまあ、をもらった日本人の養生をもらい朝鮮人として育てたという話と夫が別の女性と作った子供も引き受けて育てたという話と、うん、あ,ありますけど大阪で何件もそういう話聞くことはね、うん、ありますけど、まあ、その当時子、えー、まあその子供放置できないっていういろんなこ,うそのことについて考えるにはジェンダー的にもいろいろ議論はあると思うけれども。うん 子供を何とか生かそうとしたときに、余裕がないにもかかわらず、そういうふうに、その、行き場のない子供たちを抱えて、育てようとした人たちの姿。まあ、うん、そんで、その後、あの、ご自身の子供が幸い生まれてえ、みんな兄弟として育つんですけど、うん、まあ、そういうですね、なかなかこう、きれいに切り分けて整理できないような、その暮らしの場面。 っていうのを伺えたっていうのは、はい、とてもいい勉強になったと。うん、あの今のお話だったりこう、まっこりと生活史っていうことで思い浮かぶことだったり、何か、行目さんありますかいや、なんか当時のそういう生活の暮らしっていうのは、やはりみんな大変な状況であったからこそ、えー、人間として当たり前のこと、あるいはでもそう簡単なことではないことを、みんな耐えながら、あのー 戦後を迎えてきたんだなというふうに思いますけれども、まあ、私、今、海外に日本以外のところにいますから、強く感じていることは、このような在日コリアンの、あるいは日本と朝鮮半島の生活史をですね、この海外の日本研究とか、韓国が研究でもう少し積極的に知らせないといけないなということをひしひしと感じておりまして、これはやはり、あの 英語語以外の言語ではなかななかかか伝えられなかったでそもそも英語でこれを上手に伝えることすらま難しいだろうなっていう文脈的な課題もありますけれどもこれを抜きにしてはですねなかなかこう海外における東アジアの理解その時代的な背景ということが難しいなっていうことを思いつつ再び蘇みったのはパチンコ2楽しみにしながらあのそれがドラマという媒体を通してみんながいろんなあの意見もありますけれども を表彰として伝えていくっていうことの文化の力っていうことを感じました。うーん あのドラマを通して興味を持ちました、さあ次はどうするっていうふうに思っている方にぜひぜひあのおすすめしたいのが、伊地さんがあの副館長を務めている大阪コリアタウン歴史資料館、私も実はあの以前にこう伺ったことがありましてあの、開館してまだ間近だった、あのすぐだったころですかねあの、改めてなんですけれども、ここがあのどんなあの資料館なのかということもこう伺えますか。そうですね本当にあの えと私は日本人で、えー、全然その在日朝鮮人の歴史を学ばずにあの大人になるまで、まあ、大学4年生まで来たわけですけど、まあ、あのいろいろ思うことがあって学ぶようになってで大阪に在日韓人歴史資料館ができ。 それにおめ巡っても時代的にさまざまなことがあったんですけど、まあ、時間がないので省きますが <laughs> あのそういう動きももちろん、えー、もうかなり、えー、学んできた中で、えー、おりましたので知ってますがあーあの大阪に何でないんかなっていうのはずっとあってうであのそういう思いがある中でたまたま私が、えー、と当時の大阪市立大学に、まあ、あの席を移すことになって。 でえっと、その当時の中央大阪、えー、総領事のお手牛さんが、あのー、会いに来てくださって、えー、大阪は在日の首都じゃないんですが首都ですね首都じゃないんですかっておっしゃって <laughs> なんでシンクタンクがないんですか大学にとか言われて、まあ、それは私も作りたいんですよとか言ってでそれから、まあ、大阪コリアン研究プラットフォームを作って大学の中にでそれから田中宏さんって、まあ、ご存知だかと思いますと。はい まあ在日外国人研究のもタイトですが、まああの田中さんの資料を全部いただくことになり、これをやっぱりその大学だけに置いておくのはもったいないっていうのがすごくありました。で、その理由の一つはあのまあさっき言いました大阪にコリア在日コリアンの関係の資料館がないっていうこともあったし。 でもう一つはやっぱりミックスルーズの子あの子供たちが非常に増えていてうん、うん、で私の授業に来る学生の中でもあのおばあちゃんはなんかど親のどっちかが韓国人みたいなんやけども名前すら伝わってないから、うん、僕と子はあの韓国の名前ないねとか <laughs>、うん、もうそういう子は大阪は結構たくさん授業できますね。は でもなんかちょっとあのどどういうとこで生まれたか行ってみたいねとかそういう感じであのすごく増えているけれどそういう人たちもいればあ昔から同じあのあまり変わらずコメントカードにこそっとこうルーツを変えてくる人もいたりしてうんでそういう人たちがやっぱ気軽に寄れる場が絶対必要だなっていうのは私の思いがあって。でえっと コリアタウンは大阪コリアタウン、大阪コリアタウンでもう周りの人が当然そういうなんかミュージアムがあった方がいいと思っていてで、そういうそのまあ、あの、思いがある場所にあのちょうど私が帰ってきて整った環境もあったから声かけてやりましょうということになってうん、うん、であの、大阪市立大学の当時関係者とあの、まあ私の思いついた時期と 大阪コリアタウンが多文化共生先進地として、えー、展開していこうという時期が重なって資料館作りましょうよっていうふうに、まあ、集まった仲間と話をして、えー、作ったんですよね。うんうん、だからその、えー、とちょうどまあいろんな動きがうまいことあった感じで、えー、当然その大阪の在日コリアンの首都と言われた大阪に、うん こう日コリアンのことを学ぶまあ在日コリアンのことを学ぶ場を作ることになったけれども肝心資料館がもうあるから同じ展示をしてもしょうがないので、うん、それでなぜここにコリアタウンがあるのかなぜ大阪にコリアタウンがあんなに長いまあ,あの短いんですけど本当は5 0 0メートルぐらいだから <laughs> あの距離でひしめき合うように店が並んでで、うん えー、あるのかっていうことを学んでもらいそしてさっき言ったような、えー、自分たち自分の中に何らかのこう、えー、コリアンのルーツのある人がふらっと寄れる場所として、えーまあ、あの大阪コリアタウン歴史資料館を開こうということになりました。 私自身もあの父方の父親が在日コリアンだったということもあってそのルーツをこう知るために伊実さんにこういろんなあのことをメールで尋ねたりしたんですけれどもその説ありがとうございました。<laughs> でああその時にこの資料館が空いていたらいろんなことを調べに行けたなっていうことであのこれからやっぱり自分自身のこうルーツをもっと知りたいとか地域のことをもっと知りたいなという方はぜひあの拠点にあのしていただきたいな 私自身もこう言って思ったんですけれど、今日も福さんもあの実際にね、行かれて、はいはい、この前行った時に、たまたま、伊地先生にもばったりお会いできて、あ<ら>あなんか良かったっていうのもありますけれども、本当にコリアタン大阪の鶴橋を歩きながらですね、その後こう、まあ知らない人にとっては、なかなか気づきづらい、一歩こう左の方にこうに左折して、ちょっと歩いたところにあるので、 えー、目指していかないと気づかないっていう場合もありますけれども、希望的にも大きすぎず、また、ある意味でもっと資料が豊富である以上、もっと広い場所で、えー、広々とした展示を展開されたいっていう資料館の方々の思いっていうのはあると思いますけれども、まあ、それはさておきですね、あのー、いろんなルーツを確認したり、あるいは何よりも、大阪の,その生活文化、幾野の,の生活文化の いろんなものがこう少し飾られていたり、人々の思い出が飾られているっていうところが、こういう場所に来ることによって、安田さんがお話しされたように、まあ、先祖返りという表現もありますけれども、この自分のルーツを探っていきたいっていう大きな欲求に駆られていくっていう、いいきっかけを提示してくださる場なのではないかなというふうに思いました。で、今日のテーマのそのマッコリと絡めていきますと、あの、 米麹で作るのが在日のマッコリであれば、大阪・鶴橋のですね、えー、マッコリをぜひ開発していただき、鶴橋で楽しめる <laughs> あのクラフトマッコリザ・鶴橋を作っていただきたいなっていう思いを強く抱いております。 はいあの理事長に言うときます <laughs> <laughs> それこそどうなんでしょうやっぱりこう歴史的にはこの、まあ、鶴橋だったり育の周辺というのはやはり密造酒のこう摘発っていうのは結構過去あったようなこう場所なんですかねあの結構あのえー、っと田中川の場合は何軒か、えー、56軒ずつ固まってポチポチっと住んでた っていうことらしくてそこでやっておられたみたいですけど、いかいのの場合は、ま行くのかつて、異界いのと呼ばれてました、うん、そのエリアですね、朝鮮人のたくさん住んでいたところは、わりと各お家でやってはったみたいですけど、それはそれで、あのやっぱ見せしめ的にあ<ー>あの来てたというふうに言っておられましたね。うん あのそうしたこう地域史を知れるようなあの展示があのこの資料館にはなされていますしもっと知りたいと思った方はこうさらにこう資料に当たれるようなあの場所になっていますでどうでしょう,こ,う、まあ、これからあのいろんな声を踏まえてまたあの展示を工夫したりですとかこの場をどういうふうにしていくのかっていう,こう議論もあの皆さんの中でなされていると思うんですけれども伊地さんとしてはこの、まあ、資料館をこれからあのどんな場所になっていったらいいなっていうなんか どういう,こう,あのこう願いだったりですとかお気持ちいいというのはいかがでしょう、まあ、一つは韓、あのー、流,流ファンの方がですね年間約200万人来る5 0 0ルの,あの市場なんですけど、うん、コリアタウンのね、えー、ショッピング街といったらいいんかよく分かりませんがその人たちに何よりも、えー、となぜここにコリアタウンがあるのかを知ってほしいというのが。うん 大きな、えっと、目標ですよね。うん、それが、えー、それが、その目標に近づくことが、えーっと、一方でやっぱりヘイトのいろんな、えー、状況が広がっている日本が、えー、少しマシになっていくというか、変わっていける、うん、そういうあの流れにつながるというふうに信じているのであの、そういうところは目指していきたいと思うんですけど、 まあ、あの今のところ、開、えっとまあ、館から10か月で1万人の方に来ていただいていてお,<ー>で、はい、おかげさまで、どんどん団体の,あの見学予約入ってるんですけど、えーまあ、そういう人たちは意識高い系と私たちは呼んでますけど <laughs>、まあ、そういう人たちはね、あのさっき金ム・もさんがおっしゃったみたいにあの目指してきてくださるのであの非常にありがたいですよね。でそういうい方たちにも あのえっと、いわゆるこれまで長年の,かなんか長年のこの時間の中で在日コリアンを語るある種のこう枠組みっていうのはだいたい固まってきてる部分があってでもやっぱりその棚川事件一つとっても知られてない歴史があるようにうやっぱりその地域ごとに朝鮮人の姿は違ってたはずだしそれは出身地が違うことも重なっていると思うしまた日本で作られてきた 生活のの姿があると思うので,で、そういうものを通すと,、えー、とコリアンルーツがない人でも自分たちと何かこう、えー、重なる部分も見つけられると思うし、えー、そういうその,あの発見っていうのもあ,のあったらいいと思いますよねで、まあ、何よりその、まあ、この間、えー、と2人、えー、とルーツ探しの方に同行して私最初と言ってたんです うん、最終とは探しやすすいんですねルーツもう2人とも親戚見つかったんであのなかなかあの、まあ、そういうネットワークの密なところですからーーそういうなんか、まあ嬉しいですよねやっぱりこうそういう人たちが本当にその何にも知らなくてもここに来たらすぐわからないけど。 なんかこう自分に繋がる人たちが実際こういう長年の歴史で生きてたんだっていうことを感じれる、うん、でしかもそのすごい球団的でもないしあ <laughs> あのあこうやって例えば物売ってたんやなとかこうやってあの靴作ってたんやなとかうん、うん、こうやってご飯食べてたんやなとかそういうその,あの日常生活 をのって見ていただけるのでまあ、そういうその多様なコリアンのールーツの人たちにも、はい、あの自分たちとのその何かの引っかかりを見て、えー、いただけるまあ、そういう場になって出会いがあって、はい、そこから何か、えー、次につながるものが生まれるといいなと思います。はいはい あの今日は本当にあの多岐にわたって、まッコリっていうものをこう軸に、まあ、そこから見えてくるこう生活史だったり、時代背景だったりですとか、そこで起きてしまったこう事件も含めて、であの今、副館長を務めていらっしゃるこう歴史資料館へのこう思いなどもこう語っていただきましたけれども、きゃもくさん、今日のお話、いかがでしたか。いや、もう本当に時間が足りないんですけれども、うんうん、大阪の話、そしてジェジュの話からつながっていきますが。 まあ大阪の鶴橋とかは、あの実際の数はさておき、ですね半分ぐらいが地獣出身者だっていうようなこう、そういう言説もありますけれども、コリアタウンの歴史資料館に関しても、ですね朝鮮半島のどの地域の出身者であるかっていうことによって、えー、微妙にこう文化が違ったり、あるいはお互いの人間関係の複雑な展開っていうのが、まあ、ある意味で、う内なる差別っていう状況もですね、 この複雑な部分っていうのをどこまでこう理解するかっていうのは短い時間ではできないかもしれませんけれどもそういうようなその郷土史的な生活史的な文脈が一つコリアタウンの中でも出身地ごとによって違った文化があるんだっていうことが表彰されていて初めて えー、日本社会の多文化、そして在日コリアン社会の多様性ということが理解できるのではないかなというふうに思っておりましたし、このような展開というのは、鶴橋だけじゃなくて、東京にもあるいは全国、日本列島全国に同じようなところにこう展開され、同じような形で、そして日本の郷土史文化館の一部として組み込まれる必要もある意味で大げさかもしれませんけれども、あるのではないかなというふうにも考えていました。うん あの本当にあの細やかにこう見ていくと、やはりこう論じられる起点というのが論じられるべき点というのがこう多岐にわたってこう見えてくるんじゃないかなというふうにこう思うんですけれども、まずはやはりこうそのまあ、入り口とでもこうあの言えるでしょうか。その私自身もあのコリアタウンにね伺ったときにすごい人だったんですよ。もうなんかもうストリートをこう埋め尽くす人人人みたいなところで、もう私はこう声をこう大きくしてこちらに皆さん歴史資料館があるの で、良かったらっていう風にこう誘導係りしたいっていう風にこう思ったぐらいでね。やっぱりこうまあ、これおいしいとか。なんかほっとく食べたいっていうこう思いで来られた方々がそこからこうまあ、資料館でこう歴史に触れて、うん、で、さらに実はあの細分化された。そこにこう背景があるんだって今。今業木さんがおっしゃったような、はい、あの。そうしたところの、何かあの1つのこう拠点になっていたらいいなという風うに思います。うん、ぜひまだ訪れたことがない方はあの訪れてみてください。 えー、もっともっと今日語られたことを知りたいという方、この消されたマッコリ、あのとてもこうあの重厚なあの一冊になっていますので、こちらもぜひ皆さんにお手に取っていただけたら嬉しく思います。ということで、伊地知さん、今日はありがとうございました。はい、あ,ありがとうございました、えー。貴重な機会をありがとうございました。消されたマッコリ、どうかで Kindle で出してほしいです。Kindle とい<笑><笑> kind あのというここですあのこれをあの もし見てくださっている Kindle にしたい方ぜひぜひ名乗りを上げてくださいということで伊地知さんありがとうございました、はい、どうもありがとうございましたありがとうございましたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いですまたこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられておりますご支援ご協力よろしくお願いいたします